そのさんが最後の曲ですとか言わなかったにもかかわらずこの拍手ありがとうございます、はい、あ、まあ、というわけで今の曲が、まあ、一応、まあ、本編最後ということで まあ、あと1曲、まあ、皆様と一緒に、歌って演奏する曲を用意してますけども、その前にいくつか宣伝をさせてください。まずですね、来月3月の20日水曜日に今日と同じ時間11時からですね、まあ、今回なごみでの、まあ、コンサート、まあ、させていただこうと思っております。次回のテーマは映画音楽ということでですね、まあ、ちょっと何て言うんですかね、運営の方いろいろ、まあ、考えることはあるとは思うんですけども、まずはこう皆様楽しみに来ていただいて、まあ、音楽聴いて楽しんでもらえて、まあ、変な話かもしれないですけど、皆様のこうね、こうあれコンサート良かったからこれから続けてほしいよみたいなのが多分あればですね、そのうちまあなるかもしれないし、どうなるか分かんないですけども、皆さんの声あってこその明確にしない関係ですので、どうぞこれからも応援よろしくお願いします。でとりあえずまずは来月来てくださいね。でですね、それともう一つ、なんか今日が2月20日、来月の名古屋が3月20日、そして4月の、もう少なくとも決まってるのは4月20日、これも20日です、全部20日です。第3土曜日に、ここから大体歩いても10分ぐらい、もしかしたら、のカメリアホールでですね、第20回記念の定期演奏会、私たち行う予定です。で、まあ、普段はですね、福岡市の方でやってますので、まあ、遠いっていうか、まあ、一時期で、まあ、ごもっともな声もあるんですけども、今回カメリアホールですね、皆様、言い訳できませんので、足を運んでいただけますと、嬉しく思っております。ただ、ここは、そちらですね、なごみさんのやらせているコンサートと違いまして、ちょっと残念ながら有料のコンサートとなっておりますので、もしよろしければ、チケットをお買い求めいただくか、皆様集めてらしているポイントカード、あれ6枚、シールじゃないと、スタンプが6個集まってましたら、招待券と交換させていただいております。もう持ってるけど、まだ困っちゃったわって方にはですね、皆様のご友人の方、ご家族の方、ご親戚の方、どんどん声をかけていただいて、まあ、カメリアホールと同じ気になるようなイメージ、気構えでやれたらと思っております。と、もう一つ、宣伝というわけではないんですけども、先ほど楠木さんがおっしゃってました、何か物がいっぱい詰まってる亀さんがですね、あちらに、今はまだ詰まってないんですけども、ちょっともしかすると、もう未来は現実になるかもしれない、夢は。僕らはそんな夢をいつも抱いてますので、皆様よかったらご協力ください。ということでですね、他にコンサートのご案内なんですか？ないですね。ということですね、最後は大きな古時計を皆さんと一緒に歌おうと思います。ピアノの前奏があって1番で、間奏があって2番、その後はすぐ高奏という、高奏じゃない、100年休まずにの方も行きますので、皆さん間違いないように歌ってください。では最後の前にちょっと一つだけ、もしかしたらですね、まあ、まだわからないんですけど、来月のなごみがですね、もしかしたら最後になるかもしれないし、4月以降もあるかもしれないので、もしよろしければ来月、ぜひおいでいただいて続報を期待していただければと思いますので、ちょっと運営される方が変わるんでですね、どうなるかわからないので、ぜひ3月おいでください。あ、拍手いいですか？というわけで、今日のそれとなごみコンサート、最後は大きな古時計、皆様と一緒に歌おうと演奏しようと思います。今日は本当にありがとうございました。